画面の皆様、こんにちは。うつぼです。では今回は、画廊伝説スペシャルやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、では今回は、誰を行きましょうか。今回はキムカッファで行ってみたいと思います。で、最初に、私の苦手な山田十兵衛を行ってみたいと思います。さあ、序盤に回せば、かなり反応速度などは制限されますので、三強パンチから飛翔角ですね。ライン動攻撃を、現在で落としました。さあ、非常に安定した、体育は試し現在ですね。シャーミン強盤から非常に残弱。さあ、ライン動攻撃からシャーミン強パンチですね。キムはテコンドーなので、シャーミン強パンチ、タチ強パンチなどが、キックになってますね。さあ、次は、キムカッファン同士の同キャラ対決です。さあ、反撃にも非常に使える剣山。めくられてしまいましたね。さあ、シャミ強盤から砲極決まりましたね。飛び道具のないキャラでは最強ではないでしょうかね。ライン動攻撃からサム強パンチから、ジャック、半月山。最後は銀山を決めました。さあ、次は陳新山ですね。ジャンプ強キック、シャーメン強パンチ、ジャック半月なんですね。これが基本コンボではないでしょうかね。非常に安定した、連続技を叩き込めるキャラですね。で、弱の半月さん、ガードされても隙はほとんどないので、完全に狙いますね。最後は垂直ジャンプ強キックは、空対空で決まりました。さあ、次はアンディ・ボガードですね。アンディ・ボガードは、チャーミジャックキックや、チャーミジャックマッチで、
昇竜弾や、ジャンプ攻撃を誘う感じですかね。この位置でめくりで当たっちゃいましたね。を投げていきます。で最後は投げを決まりましたね。飛んできたら、批判点まで迷いなく落としていきます。この位置でシャミジャックが、ジャックパンチを打って投げられてしまいましたね。くぐって投げました。次は修羅の舞ですね。波長線を、飛び越えて現在、消去ですね。最後は、知らない間に飛び越えてしまったようで先攻撃を空振ったところにシャーミジャックキックですね。花鳥戦を避けて消却。消却が投げられましたね。必殺しのぎ打ちを、ガードして投げます。最後は半月弾が決まりました。さあ次はダックキングですね。最後はバックジャンプジャッキングが決まりました。ブレイクストームを決められましたね。あの膝を ジャンプジャックキック、シャーミジャックキックからのキャンセルで、ジャックの飛燕山入りました。さあ次はティリーボガーですね。
ライン同攻撃は、避け攻撃の的ですね。バーナークライアクラックスーとはジャンプ強キックで落としていきます。今は逃げましょうか。タイムアウト勝ちですね。パワーエイジの突きを狙ってジャンプを引く。パワーエイジの突きを狙って勝負。あまり迂闊になると、ライジングタックルですね。最後はジャンプをキックシャーミキョーパンチが決められました。あそこからジャック危険、半月さんもいいですね。次はビッグベアですね。ビッグベアは挑発で飛ばして強キックで落とす感じですかね。最後は飛んできたところを飛燕斬で落としました。ちょっと危なかったですね。できたところ消極で、狙い撃ちしました。次は上火橋ですね。東は大会キックを、空振ったところを、投げる感じですかね。ガンガン投げていきましょう。隙があれば消去。決まりましたね。
こを投げていきます。ハリケーンパーに捕らえましたね。でシャーミット待ったらフォーケット。さあ次はダンフールーですね。ダンフールはジャンプジャックを入れ、全尻尾を狙っていきます。気を抜くと投げられますね。フォーケットを狙っていきます。シャーミックキックを食らってしまいましたね。着地を投げていきます。撃砲を剣弾で落とします。ジャンプジャックキック、シャーミジャックキックからの、ジャックの飛炎山ですね。旋風攻撃が来ましたね。最後は飛炎弾を決めました。さあ次はビリーカーンですね。さあワンラインしかないところはちょっとビリ今は厳しいかもしれませんね。攻め落としの隙を飛車クルで攻めていきます。おっと召喚に全部込んでて、最後は半月弾で削りました。中段30コンを飛翔攻撃で突きます。飛び込んだら剣山、最後砲脚を受けました。さあ次はアクセルホークですね。あっという間に決まりましたね。リーチの長い、ライン飛ばし攻撃はやはり強いですね。
あまり飛び込む前が長いと、アッパーない時期になります。着地を投げます。最後は消極が決まりました。さあ次はローレンスですね。さあブラッティーサベル気をつけなければいけませんね。で空中投げですね。シャーム強盤から砲却。消極を隙を狙っていきます。最後は剣山を決めました。さあ次はギースですね。これ空中で透かして、投げていきます。投げられてしまいました。最後は投げられてしまいましたね。はっきり言って ギースは、このパターンにはめないと非常に、難しいのでこれにこだわりますね。おっとレイジングストームが来ました。最後もちろん投げていきます。最後はクラウザーですね。うかつに飛び込むと、レッドマホークが来るのであまり見せず攻めていきたいと思います。最後はシャーム強パンチが入りましたね。消極で隙を攻めていきます。
最後砲脚を決めました。ノーコンティニュークリアですね。どうした？そんなことじゃ世界一のテコンドー使いにはなれないぞ。キムには2人息子がいるんですが、その2人の息子は、ガロー伝説マーク・ウルブスで、プレイヤーキャラとして出てますね。はい、いかがでしたでしょうか。今回ガロー伝説スペシャル、キムカップファンを使いまして、コンピュータープレイをやっていきました。今回は、ギースそしてタンフルに、いっぱいを期してしまいましたが、ノーコンティニュークリア、できましたね。このゲームでは、1ポイントも取られずにラスボス、クラウザーを倒すと、隠しキャラが、出るんですが、今回は、出せませんでした。しかし今回は、ノーコンティニュークリアということで、ご了承いただけたら、幸いですね。ではまたガロー伝説スペシャル、実況するときは頑張っていきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。ウツボでした。